始まりました。ドロイ VS モハメドライトデュエルの BO3 初戦。まずは待ち、ライト戦、あ、下側、ゲーム画面下側がライト選手です。上側がドロイ選手。ライト選手ザッピーにローリングババリアン、ドロイ選手は巨大スケルトンにザッピーの展開。ロイヤルホグデキか、ライト選手はなんかスケルトンキングもありそうなんですね。スケルトンキング登場。スケルトンを使ってここは巨大スケルトン引っ張ってバックハダメージを遠ざけむ。スケルトンキングの HP はここは残せるでしょう。マザーネクロホバリング砲大将、スケルトンキングがソウルコール、舞台になったホバリング砲ダメージが入る。さらに残ったマザーネクロ、ここはタワーにターゲットです。トリトンは豚にはなりません。ライト選手はおそらくロイヤルジャイアントデッキか。ライト選手が使うロイジャイ安定感が高いですからね。ロイジャイアタック、ここはダメージ入ります。ゴーストを引っ張るトリトン、キョスケはロイジャイには反応しない。ロイジャイダメージ入って2015、両サイドリードを掴んだモハメドライト。ファイアボール、ロイホグ防衛。2倍タイムに入っている。ドロイ選手のロイヤルホグに対して墓石、スケルトンキングのハイダメージ、そしてファイアーボール、ローリングバーバリアンあたりが有効なカード。ライト選手はまだトリトン使ってのキング起動はできていません。やだめ、墓石のスケルトンショット大将、残ったマザーネクロによってゴーストが豚に変わる。マーザーネクロダブル、ご近所付き合い。ここはマザネクおばあちゃん仲良く巨大スケルトンにターゲット。確かにロリババ追加でターゲット奪ってマザネク延命。墓石が残っているので再びライト選手攻めの形を踏めるか。ドロイ選手はここ備えますね。まずはスケルトンキング、ここでロイヤルジャイアント、裏にはザッピー、マザーネクロもいる。ただうまくゴーストのハイダメージプラスヤノメザッピー処理、ただロイジャンダメージを取り続けている。ソウルコールスケルトンによってダメージも入っています。ロイジャイダメージ通し続けてファイアボール圏内。ライト選手まずは1勝目。デュエルなので連戦で試合が進んでいくんです。あ、多分今この時間で多分上下を変えてますね、おそらく。そうですね、上下移り変わって下側がドロイ選手、上側にモハメドライト選手となっています。さ、音声が入っていませんが、そのうち修正がされるでしょう。ドロイ選手はクエイクのホグライダー、ライト選手はボムタワー、ローリングとアイススピリット。ホグ対決、早いゴブリン、この速さプラス雪玉完封です。ファイヤースピリット採用、ドロイロケット欲しい。まだエボリューションは来ていません。ここは文句を使ってキング起動に成功。ライト選手
わー、ここ狙っていくロケットダメージ。でも早い、ドル選手も雪玉クエイクでロケットの処理。インフェルのタワー採用。ここはホグは止まります。文句カルマリフレッションでインフェルの攻撃を耐えながらタワーにダメージ。エリクサーはこれでトントン。当て線プラスのアイスピフリーズしっかり止めたライス選手。ここで左ゴブリンにはクリティカルと雪玉追加ダメージを抑えるがまだ HP は半分。削る削る止まらない。ライトのホグが殴り続けて1300。そして落ち着きのカルマリフレクション、起動成功。ドルイ選手残り時間は30秒。ダメージリードは圧倒的。ラージ選手残ったホグ、残ったロケコ、雪玉でここは2つとも処理ができました。逆サイド猛プッシュ、ドロイ選手左サイドはこれは守れるのか。ロケットをターゲット奪えた。文句のカルマリクエーション、ターンはターゲットは変わりません。ホグライダーはまだ HP 残しながら、ここインフや突破ができました。残ったロケコ、ここはダメージ届けてのフィニッシュ。2対0のストレート。ライト選手ウィナーブラケットラウンド2に進出です。